クラフトボスのアフタートークへようこそ。 NCT127 のゆうたです。今週もお仕事、学校、家事お疲れ様です。今日もみんなとお話しする時間がやってきました。今日もコーヒー好きな僕ゆうたとクラフトボスを飲みながらお話ししていきましょう。みんな、新しくなったクラフトボスを飲みながら見てくれてますか？じゃあ早速なんですけど、今日も僕はラテを飲みたいと思います。いただきます。相変わらず美味しくて飲みやすいです。今日の番組からのお題は新しい発見。新しい発見といえばですね、僕は最近日本でたくさん活動させてもらってるんですけど、その中でやっぱり NCT127 のメンバーがすごく好きなんだなということに気づかされました。あともう一つはですね、これ2023年最高の発見だったんですけど、暖かい水蒸気が出る加湿器を発見してしまいました。はい、最高なので2023年、めちゃくちゃ使っていこうかなと思っております。以上、クラフトボスのアフタートークでした。今週もクラフトボスのアフタートークを見ている人に嬉しいお知らせがあります。ツイッターの番組アカウントとクラフトボスアカウントの両方をフォロー&リツイートしてくれた人の中から、抽選で毎週5名の方にオリジナルのカラビナ付きペットボトルホルダーをプレゼントします。クラフトボスを片手に来週も楽しみに待っててください。以上、NCT127 のゆうたでした。バイバイ。